どうも皆様ご機嫌いかがでしょうか。お出し切レーサーチャンネルのキットでございます。さあドリフト21というゲームがですね、アーリーアクセス版で、発表されました。これがちょっとですね、私の中でだいぶ期待をしているゲームなんですけれども、ね、ちょっとやっていきたいと思います。とりあえずニューゲームからいきますかね。これやってますけど、まあ、何ですか、ちょっと試しでやってますね。ちょっと新しいので、いきましょう。なかなかね、今作というかね、この作品はですね、難しい。非常に難しいゲームではないのかなと思っております。ドリフト。まあ、21っていうのかな、21っていうのかちょっとわかりませんけどもね、アーリーアクセスということで。はい。で、こちら、ね、もうドリフト好きな方なら、もうこのコースのレイアウトを見たら、これ、わかっていただけるんじゃないかなと思いますが、もう、恵比寿南、これですよ。これ、たまりませんね。ね、これはもう英語なんでね、ちょっとわかりませんけどね、ステアリング、ちょっといじってますけどもね。ここら辺もね、またおいおいお見せできたらなと思いますが、あのね、一言言っておくとね、これほんと難しいんですよ。なんてドリフトがね、多分最初まともにできないんじゃないかなと思います。自分もそうなんですけどもね。ちょっとやってみましょうか。もうね、こんな感じなんですよね。もうグリップしちゃうんですよね、車がね。多分ね、最初こんなもんだと思います。いいんです、これで最初は。最初これでいいんです。よくわかりませんけどね、チュートリアルが、まあ、終わったよみたいな、そんな感じなんでしょうかね。さあ、ではガレージにね、行ってみましょう。で、このゲームね、何がすごいかというとですね、もう私は神ゲーと、これもツイッターでも唱えてるとかつぶやいてるんですけどね、こちらカーメカニックシミュレーターもね、ご覧になった方はいらっしゃるんじゃないかなと思いますけど、ガレージがね、あるわけですよ。マイガレージが。ね、こういうね、エンジンをこう回転させるやつですよ。あったりとかね、車種台とかね、もうリフトももちろんですけどね。まあ、ともかくね、ほんとね、何でもできるんじゃないかっていうね、ほんとシミュレーターな、そんな感じです。で、まあ、こう、車がね、今、こう、MX5 がありますけどね、ロードスター。はい。ここはちょっと、見ていきましょう。まあ、こう、パーツ変えられると、そんな感じで言ってるんじゃないかな。うん、わかりませんけどね。まあ、エンジンをね、最初、こう、つけなさい、ということで。これね、どっちがいいんだろうかって感じなんですけども、詳細がね、クリックしたらわかるんですが、入ってますね。I4 エンジンの I4 っていうのかな、よくわかりませんけどね。光線160馬力で、トルクが194ニュートンなのかな。まあ、こっちがですね、6500、まあ、高いんですけどもね、228128馬力でね、ちょっとこれ見れないんですけども、多分ね、おそらくこっちのエンジンの方がいろいろいじれるんじゃないかなと思うんですよね、後々。なので今回こっちをですね、ちょっと購入してみたいと思います。もうこの時点でね、この時点でよ、エンジンをね、選べる時点でなかなかね、面白い。ちょっとこれね、フライングしますけど、これ見てください、これ取れないんだね、まだね。そうかそうか、よかった。また次回でね、おいおいあれしますけど、ね、はい、エンジン入れましたよと、インストール。
次このシートなのか、なんだこれ、どれシートか、シート乗っけてくださいとね、つけていきましょう。シートもね、また種類が大量にあってですね、これほんとね、この車いじってるだけでも何時間でも遊べちゃうんですけどね。次、オープン、なんだかんだかって書いてますけどね、パーツがあります。ここは見てこれ、もう見てはわかる、ギアシフトノブだけでもこんなにある。あ、お金がね最初もったいないからな、普通のがいいかなと思うんだけど、まあ、ここら辺かな、かっこいいから。人も変えられますからね、好きなのね、見れないんですけどね。でステアリングもね、まあ種類がまだこんだけしかないんですけど、多分ねアップデートとかでおいおいこれいくんじゃないのかな、増えていくんじゃないかなと思います。あとは何があるんだ、あ、サイドブレーキか。サイドブレーキはそうね、日本刀みたいなこんなんで、ちょっと高いけどね。これでね、OK。で、リフトに乗っけてくださいと。はい、これカーメカニックシミュレーターだと、ワンクリックでね、上まで上がるんですよ。これ、好きなところで止められます。好きなところで止められるんですよ、これマジでたまらんですよ。なんだ、何がないんだ、 E ボタンを、押すですね、点キーじゃなかった、キーボードの E ボタンを押すですね。こんなね、パーツがね、これがないよっていうのを教えてくれるんですよね。大事なのがないパイプもないし、ミッションもないのか。を見つけてくれるんですけどね。このファインとかありますよね。ファインド。なんとかとかですね。まあ、これはまあ、パーツがあるんですけどね。見れるんですけど、アイオン。ここまで多分ね、なんでさっきアイオンにしたかっていうのかな。ここら辺がね、マフラーか。まあね、多分この、関係してくるんじゃないかと思うんですよね、この、これが。よくわかんないんですけど、自分もね。つけていきますよ、どんどん。ロング、ノーマルでいこうかな、とりあえず最初な。OK。あとは、マーキング。エレメント。エレメント？あ、これか。これと、あとはこっちか。チュートリアル的なものなんでね、またこれまたありますけど、あとか、何パラメーター分かりませんよ、ちょっと面白い、どれだろう、あ、これか、車種台乗っけるんだ。俺もよく分かんないんだけどな、これ選んで163馬力の194、これトルクがね、どういうあれなのか分かりませんけどね、まあ、ニュートンですかね。フリーズステージビューで、はい、一応パーツはね、自由に付け替えられるんですけれども、決められたパーツを付けていくとステージが上がっていくんですよ、どんどん。このパフォーマンスのフュエルタンクがね、これステージ1、これ揃えると、まあ、ステージ1で、これを揃えるとステージ2で、これを揃えるとステージ3ということで、一応ね、ステージ分けはしてあるみたいです。グランツリスモとかね、このステージを買ったらこれがついてくるというわけではなくて、自分で買い揃えてつけてこのステージに持っていくというところなんですよね、このゲームの。こういうところがね、ドライビングセットアップ、さあこれでいきたいと思いますが、ウェルカムとね、ブッドラックということで、さあいよいよこのゲーム本格始動していきます。うん、
でね、サーキットはとりあえずこの3つしかないですね。ドリフトラウンドと、これ全部恵比寿南、あ、恵比寿南と、恵比寿のコースなんですけどね、恵比寿コースなんですけども、ドリフトプレイランド、ドリフトプレイランドじゃないですか、ドリフトラウンド、ドリフトスクール、スクールコースですね。で、南と。これはもう有名でしょうけどね、この2つは。これも有名なのかな、ちょっとわかるですけども。で、セレクトモードっていうのがありますね。フリーラン、とソロランとタイムアタックとありますけれども、ね、一応、ソロランと。で、これがですね、チャレンジの種類、まあ、なんでしょうか、レースの種類って言えばいいんですかね、簡単に言うと入られるんですが、これここにありますけど、ステージ0、まあ、これでいくとステージ1の500馬力というように、ね、カテゴリーが、カテゴリーっていうんですかね、この条件クリアしないと出れないという感じなので、遅かれ、ね、早かれ、ここら辺を挑戦していくには、車のレベルを上げていかないとダメだよということなんですが、なかなかね、これ本当ね、レビューとか見てて分かるんですけども、ドリフトが難しいんですよ。なんで、そのあたりもね、ドリフトができるようなパーツをつけたりとかね、ちょっと分かってきたので、やっていきたいと思いますが、うん、とりあえずは、とりあえずこれだね。音。これどうなの？こっちか。もうなんか始まってますけどね、何も言わずに。で、あ、まっすぐ、はいはい、で、ファイナルと、こんな感じでね、クリアしていくんですが、このポイント、まあこれ129ポイントしか取れてないんですけども、このポイント取らないと賞金が出ないんですよね。賞金っていうのが、先ほどの方に戻りますけどね、ここにありますよね。多分ですけど、これ18秒でこれと、あ、タイムアタックになってるもんね。タイムアタックになってますけどね。タイムアタックじゃないんですけど。ソロランと。そうそうそう。これね。これで、70ポイント取れば1500ドルもらえるよという感じですね。さっきのソロランでしたけどね、ソロランじゃなかった、タイムアタックですよね。なんかちょっとテンパっちゃって、何言ってるか分かりませんけれどもね、ここら辺はもうおそらくもうまっすぐ行くと、ここら辺はでもまっすぐ走れば済む話じゃないのかなと思いますね。もうバン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 ここら辺で取っていってもらっていいんじゃないかなと思います。一部画像が乱れておりますけれどもね、ご了承いただきたいなと思います。ちょっとモザイクとかけて、もしくはカットしてね、変な風に動画が途切れてるかなと思いますが、まあご愛嬌と思って見てください。はい。で、車もね、今のところ、3種類しかないですよ。シルビアと BRZ とさっきの MX5。ここら辺しかないんですよね。まあ、駆動方式がね、全部 FR で、あれで、あとは重さとかね、多分ここら辺も関係してくると思うんですよね。ここら辺もね、買って、いろいろチューニングしていきたい。行きたいなと思ってます。まあ BRZ かな、 BRZ だ、これ BRZ じゃん、86じゃないじゃんこれ。BRZ だった。うん、ここら辺をね、またちょっと買ってチューニングしていけたらなと思ってます。さあ、ということで、ドリフト21いかがだったでしょうか。またこれライブ配信とかしたら、ね、絶対面白いと思いますんで、あれですけれども、次回こそはね、車をちょっと買って、BRZ で、ドリフトをして、ドリフトができるようにしていきたいなと思ってます。
ますので、よかったら次回もぜひご覧ください。いや楽しい。ちょっともうちょっとこれ、動画ここで終わりますけど、しばらく私はこれで遊んでおきますそれでは皆様、ぜひ次回もご覧ください。またお会いしましょう。よしなに。